冒険遊び場、冒険遊び場、冒険遊び場、ザ・ードベンチャー・プラグラウンド、デア・アベントゥール・セピール・プラッツは、子供の遊び場の中でもより年長の子供たちに、やや冒険的で、多少の危険の伴う体験的で、自分たちで遊びの内容を構築していく、可能性のある遊び場のことを言う。プレイパークという名称で、日本国内で、いくつか誕生している遊び場も、 こうしたものの一つと考えても良い。遊び方が遊具や施設の形態で既に規定されているようなものと違い、遊び方の可能性が豊かで、子供の空想や創造性、体の運動性を刺激するようなもの、また遊び、仲間の集団が自然発生的に形作られたり、自然や動物との触れ合いの機会も用意されていたりと、冒険遊び場のスタイルにはかなりのバラエティがあって、 なかなか一括して語ることは難しいものがある。冒険的な遊び場の現象的な形態は、概して大人たちの立場からすれば、推奨しがたいものがある。つまり、廃材や建築資材置き場、廃品集積場所だったり、道のない藪や、干木の森だったりというもので、気をつけて、とか入っちゃ、ダメとも言いたくなるようなものである。しかし、未知の、 また遊び方が、おしきせでなく、ありと、あらゆる空想をたくましくして、自分たちが、海賊や探検家となって、廃材を、砦出やフック船長の船に変えてしまう、そういう遊び方が、その原点である。今日の冒険遊び場の様々な形の原型は、1943年に、デンマークですでに始まっていた、ガラクタ遊び場、DA、スクラマリッジプラズである。 この遊び場構想は、子供たちが、建築資材や、廃品置き場で遊んでいるのを目にした景観デザイナーで、公園設計家のカールテオドール総連戦、CTA1、ソ連村の思いつきである。この発想から、建築遊び場、DA、バイグジェリジプラットザーというアイデアが生まれてきた都市の中のささやかな公園でも、小田屋や、多少の木材、バンや大工道具などが用意されていれば、そこから、 様々な遊びの工夫やアイディアが生まれてくるだろうというものである。さらに、スイスでもすでにあったものに、ロビンソン遊びは、ロビンセンスピールプラチェというものがある。児童文学の、スイスのロビンソン、ヨハンダビッド・ウィースの、スイスのロビンソン城下、岩波文庫、アニメ、家族ロビンソン漂流期不思議な島のフローネの原作からヒントを得たもので、一種の、ロビンソンクルーズをごっこである。 これは当然隠れ家を作ったり、焚き火や大工仕事などを含んでいて、冒険遊び場と容易に一体化して、遊び場のコンセプトを変えていった。こうしたものを背景により宣伝した形では、身体的な運動に冒険やチャレンジの要素を取り込んで、フィールドアスレチックとしてロープを編んで作った吊り橋やよじ登るための網。 地面に埋め込んだ高さのまちまちなクイや鳥で、イカが遊びのできるプールなど、自然の感触を再現したような遊具は、冒険遊び場を名乗らないような自然公園の中でも、取り込まれるようになってきている。こうした、施設の多くは、メリーゴーランドや観覧車、ジェットコースターのある遊園地のような遊び場とは一線を画したもので、個体屋や,や廃棄された材木のようなものがごく無造作に、 提供されたもする。しかし、そういうものは、一般に、子供が手や頭を使い熟練の度合いを磨いていったり、また仲間と役割を分担しながら遊ぶためには、必要不可欠のものだったりもするのである。その中でもある、種の冒険遊び場は、その設備施設のありさまによって、他と一風変わった教育的な意義を持っているものもある。建設遊び場では、子供たちは用意された材木や、 金槌、大量の釘を使って、大工仕事をしながら、遊び場を作っていくという楽しみを体験することができる。小屋を作ったり、あずま屋や橋を作ったり、それを絶えず改装、改築していく。こういうところでは、少なくとも一人乗り先住の大人の管理人がいて、子供たちの仕事を見守ったり、また指導したりもする。こうした遊び場の多くでは、建築作業のほかに、 キャンプファイヤーやパンを焼いたり、陶芸をしたりといったような、様々な活動も合わせて行われる。往々にしてこうした遊び場は、青少年宿泊訓練施設や農業、体験牧場などでの体験とよく比較されるが、冒険遊び場は、都市の中でこういう経験をすることができるというのが、特徴となっている。日本では、 東京都世田谷区の羽木プレイパークがこの手のものの最初のものとして知られている。国内ではここで初めて冒険遊び場という故障が知られるようになった。さらにこれに付け加えられるのが動物や野菜作りなどの農業体験のできる子供牧場のようなものだろう。この種のものとしてドイツで有名なのがベルリンクロイツベルクリンクのアダルベル通りにある子供農場である。 子供や青少年のための体験農場というアイディアはスカンジナビアから入ってきたものである。こうした施設はドイツではますます増えていきつつある。青少年農場は子供や青少年のための保護監督付きの公共の余暇施設である。青少年農場では子供たちは動物の世話をしたり、餌を与えたり、ねぐらを掃除したり、撫でたり、乗ったり、小屋を建てたたり、 工作したり、絵を描いたり、作業し、売店で買い物を楽しんだり、サッカーをしたり、危ない体験をしたり、その他いろんなことができる。国内では、子供の国が広く知られた例で、商業的なものを含めれば、マザー牧場など、農業体験的な要素を含んだレジャー施設の多くも、これに参入できるだろう。自然体験、農業体験学習を含んだ農業公園を、 子供に限定はされていないがやはりこうした遊び場の一つと見て良いだろう。また、愛知県の厚みどろん小村や長野県の在、サタデースクールネットワークなどのように、学校の長期の休みや連休などに数日間、農場に宿泊して、野菜の収穫や、田植えや稲刈り、動物の世話などを農業体験学習として経験させるような活動のも、 冒険遊び場の精神をより教育的な形で引き継ぐものと考えても良いだろう。同様の例は全国各地に見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。